僕がウクレレを弾く理由。ハワイで3年間笑顔いっぱい小さな幸せを満喫していた僕のひいひいじいちゃんとひいひいばあちゃんの徳次郎さんと夏さん、小さな幸せを1日3つ必ず見つけて伝え合ってた2人、3年間という約束のもとでその場所で毎日を大切に大切に過ごして仲間と幸せを分かち合って、朝は昇ってくる太陽に手を合わせて感謝を伝えて一日の始まり、夕方は沈みゆく太陽に手を合わせて無事に一日を過ごせたありがとうの気持ちを伝えて、海の向こうのふるさと周防大島を思いながら、ハワイに行く船の上で出会った同じ思いの仲間たちと共に汗を流して冗談を言い合いながら大笑いして歌も歌って、本当は慣れない環境の中で何度もふるさとに帰りたいと弱音を吐きそうな時もあったけれど、その度に奇跡のタイミングで助けられたり、嬉しい喜びのプレゼントをいただいたり、その喜びの循環がまた仲間にも巡り巡って幸せな時間へとつながっていく。二人の愛が育まれて生まれた新しい命を仲間がみんなで祝福してくれて、またさらにハワイでの生活に実りができてワクワク全開働いていって、今からちょうど133年前の1891年明治24年、僕の大切な先祖の物語、僕が今こうして周防大島で漁師と音楽ができているのは、その時にひいひいじいちゃんとひいひいばあちゃんを助けてくれていた仲間や友達や現地の人々のおかげさま。きっと素敵な仲間たちと大笑いしながら今と同じように感謝とワクワクと感動的なドラマチックな毎日を送っている、未来の魂を高揚し合う子供たちにありったけの感謝を込めて、感謝ありがとう幸せの連鎖、山口ふるさと大使マウンテンマウスマーシー。